もしある日突然職場の同僚が全員姿を消してしまったら、1987年8月29日、韓国キョンギド4位。おかしいな。けげんそうに首をかしげながら民芸品輸出会社オデアンの工場から姿を現したのは一人の警察官。警察はその日この工場で起こった奇妙な事件の聞き込みに訪れていました。数日前、オデアンではなんと社長を含む従業員80人が一斉に行方不明に。そして聞き込みを行っても工場内にいた従業員は何もわからないの一点張りだったんです。結局何の手がかりも得られず、渋々署へと戻った警察官。しかしその数時間後、オデアンの工場からかかってきた一本の電話で事態は一変します。大変なんです、早く来てください。大慌てでそう訴えたのは、先ほど何もわからないと話していた工場の従業員。実は警察が去った後、工場ではあるものが見つかってしまったんです。それは屋根裏に潜んでいた32人の遺体でした。工場の屋根裏で見つかった32人の遺体。従業員たちはなぜ揃いも揃って死ななければならなかったのか。彼らが死をもって隠そうとした絶対に話してはならない社内事情とは。おそす、沖縄行くより韓国地形らしいから行こうかな。今度ケンちゃんです。みんなに春一番と一緒に闇子フェロモン飛ばしまーす。アニハセヨです。アニハセヨ。というわけでですね、今日ね紹介する事件はですね、韓国のとある企業で起きた集団事件なんです。この事件はですね、社長を含む従業員32名が工場の屋根裏で死んでいるのが発見されたという非常に驚愕な事件なんです。32人。いや別になんか会社が倒産するとかさ、窮地に追いやられても従業員を辞めればいいだけじゃない、命までは、何が中で起こってたのかね。まあ、本当おっしゃる通りで、従業員はねなぜ死を選んだんでしょうか。まずはその異様な現場の状況から見ていきたいと思います。32人の決断。1987年8月29日、韓国キョンギド4位。こちらです。女性従業員に案内され、民芸品輸出会社オデアンの工場内を進んでいく複数人の警察官。彼らは事前の通報からこの後目の前に現れるであろう光景を想像し、緊張感をあらわにしていました。女性が案内した先は工場内の食堂。食堂の天井は屋根裏への扉が開かれた状態となっていました。同時に怯えた様子で立ち止まってしまった案内役の女性。警察は彼女をそのままに食堂の机を踏み台にして屋根裏の様子を伺います。これはひどい。そこにあったのはもつれ合うようにして倒れ込んだ女性たちの遺体。それらは首や手を縄で結ばれ、全てが数珠つなぎになっていました。一部の女性は口や鼻にティッシュを詰められ、傍らには何かの薬品の瓶が転がっています。そして少し離れた位置では3人の男性が針から垂らしたロープで首を吊っていました。何、数珠つなぎ、これ自分たちでやったのかしら。なんか、それとも何、儀式的なことが行われてたとか、怖すぎないこれ。なんかただ追い詰められて死んだだけっていうわけでもなさそうですよね。亡くなっていたのはオデアンの女性社長パクスンジャと彼女の子供3人、その他の従業員を含む合計32人。女性たちは全て絞殺されていましたが、抵抗の痕跡はなく、男性陣に頼んでの集団自殺と断定されました。なぜオデアン株式会社では従業員が揃いも揃って死を選ぶような事態になったのか。その理由を知るにはこのオデアンという企業の成り立ちから追っていく必要があるんです。恵まれない人たちのために生きたいんです、私にチャンスをください。カメラの前で涙ながらにそう語った女性は後にオデアンの社長となるパクスンジャ。1984年、敬虔なキリスト教徒だった彼女は孤児や貧困にあえぐ人々などの救いとなるべく起業を決意。テレビのインタビューを通して支援を募りました。スンジャの慈悲深い心に感動した人々は彼女の意思に次々賛同。こうしてオデアン株式会社が創業されることになったんです。以降民芸品工場として着実に業績を上げていったオデアンは2年を待たずしてオリンピック公式協力企業にも指定されるほどに成長。スンジャが当初掲げていた福祉事業にも着手し始めるんです。最新式の施設を有する孤児院や独居老人のための老人ホーム、当時珍しい女性社長であったことや有言実行の経営方針で注目されたスンジャは大統領にも複数回表彰され、韓国で一躍時の人になりました。恵まれない人のためにね、これだけ事業を大きくしてめちゃくちゃ、まあ、やり手の社長じゃない、全然想像つかない、ああいう結末になるっていうのは何があったの。まあすごいね華々しくは見えるんですけれども、実はこの成功には裏があったんです。
社長のスンジャの献身的な姿に感動した人々の支援を受け、巨大に成長していったオデアン株式会社。ただ当時韓国は先進国の仲間入りを果たしていたとはいえ、経済はまだまだ発展途上。いくら多数の人から支援を受けていたとしても、オデアンの成長速度はいささか不自然にも思えました。しかし以降もその勢いはとどまることを知らず、次々に工場や福祉施設を買収していくスンジャ。実はその資金の出所は、彼女のビジョンに感動した人々の支援ではなく、ほとんど闇金だったんです。闇金？うん、なんかそう、一般に名の知れた企業が使うイメージなんて、なんか日本だとないわよね。うん、まあなんかその日本だと相当生活に困ってる人とかギャンブル中毒の人しかまあ手を出さないようなイメージはあるんですけれども、韓国はですね少し事情が違うんです。というわけで本日のメトラキーワード、韓国の闇金システムについて。1948年の建国当時、農業国だった韓国は金融システムが弱く、世界で最も貧しい国の一つとされていました。銀行の融資は国の開発事業に携わる企業が優先、民間企業はほとんどお金を借りることができなかったんです。この金融システムの脆弱さを補うように発展していったのが市債というシステム。市債は銀行以外の民間企業による融資のことですが、消費者金融とはまたニュアンスが異なります。市債は韓国当局の把握が行き届かないルートを介したいわゆる闇金。韓国の法定最高金利は年利 20% ですが、市債では年利 46% などという法外な利息がつくケースもザラだったといいます。建国当初の金融システムの弱さから、韓国ではこの市債が異様に発展し、2019年時点でも国民の約511万人が市債を利用しているというんです。スンジェが事業拡大のために工面した資金はほとんどがこの市債によるもの。銀行からは借りられないものの、スンジェの夫はチュンチョンナムドの建設局長を務めており、市債の企業からの信用が大きかったんです。さらにスンジェは年利 40% ほどの法外な利子にもかかわらず、一度も遅れることなく借金を返済。そうした信用の積み重ねによって借り入れ可能額はみるみる膨れ上がっていきました。かなりさ、これも経営としてもめちゃくちゃリスキーに見えるし、そもそも法律的に大丈夫なのって疑問が湧いてくるんだけど、まあ、もちろんこれね法律違反なんです、まあ、なのでスンジャの会社がねそんな法外な利息がかかってでもお金集めて、まあ、成功してたのかって思うじゃないですか、実は全然そんなことなかったんです。オデアンの正体。法外な利息がつく資債を利用しながらも、一度の遅延もなく返済していたスンジャ。その返済能力の秘密は、一企業の女性社長とは別に彼女が隠し持っていたもう一つの顔にありました。動画をご覧のメトラーの皆さんは、スンジャが敬虔なキリスト教徒だと説明したことを覚えているでしょうか。そう、彼女が創業したオデアン株式会社は実のところ宗教団体だったんです。35歳の頃、横隔膜の病気を患ったスンジャは、その際に奇跡的な治癒を経験。その奇跡を神の加護だと信じた彼女は、そこから神学校へ通うように。そして学内でカリスマ性を発揮したスンジャは、彼女を信奉する一派を率いて教会を離脱し、新たな宗派の創始者となるんです。私は近い将来世界の指導者となる使命を負っているのです。その宣言のもとに誕生したのがオデアン株式会社でした。世界の指導者、ちょっと何言ってるか分かんないね。まあ、これこそがね、スンジャがこの法外な利息を遅延なく払えた理由だったんです。実のところ、オデアン株式会社は表向きに行っていた民芸品輸出の事業ではほとんど利益を上げていません。それでもスンジャが資産を遅延なく返済できたのは信者による献金のおかげ。しかし、いくらカリスマ性があったとしても、信者が彼女の借金を全て肩代わりしているという話には無理があるんです。各地の工場や老人ホーム、個人、複数の巨大施設を買収できるその額を、信者だからといって何も疑わずに差し出すのでしょうか。そう、スンジャは信者たちから献金を巻き上げるための洗脳を行っていました。お前たちは今日から孤児だ。このパクスンジャだけを本当の母だと思いなさい。ある日突然、わけもわからずそう告げられる子供たち。実はスンジャが運営している孤児院は、親から無理やり引き離した子供たちを集めた施設だったんです。もし他のものを親だと思うようなことがあれば、お前たちは地獄に落ちるぞ。そう言って子供たちに実の親を鞭で打たせるのがオデアンの洗礼の儀式。老人ホームで暮らしていた独居老人たちは、この時子供から引き離された両親、まれに共同生活を許される家族もいましたが、子供たちは母親をおばさんなどと呼ばされ、ことごとく家族の絆を奪われていたんです。さらに施設で暮らす信者たちは2週間に1度集団での外出が許されるのみで、その他は個室で禁欲的な生活を強いられていました。外出時も全ての行動を報告せねばならず、規則を破った者には容赦なく集団暴行。過酷な環境下で恐怖に支配された信者たちは、親戚にお金の無心をしてでも献金に応じざるを得なくなるんです。ちなみに教団内の集団暴行で死者が出ることもありましたが、その度にスンジャは信者たちにこう言い聞かせていたといいます。また神がお連れになったね。恵まれた死に方だ。
やばすぎ、うん、まあ、これでなんか外に向かっては恵まれなかった人たちのためにとか言ってんでしょ、うんうん、怖ー。まあ、でもこういうカルト教団ってね、見せかけは良くても、うん、いつか絶対ボロが出るもんなんですよ、うん、おでやんの末路。表向きは国を代表する優良企業を装いながら、洗脳した信者からの献金で資金繰りを成り立たせていたおでやん株式会社。そんなおでやんのメッキが剥がれることになったのが1987年8月16日。ごめんください、パクスンジャさんおられますか。その日おでやんの工場を訪れたのはスンジャに融資をしていた業者のうちの一人。スンジャの借金返済が遅れていたために業者は工場まで押しかけていたんです。するとうわー、なんだあんたら。なんと工場で働いていた信者たちが業者の男に寄ってたかって暴行。今すぐ債権放棄書にサインしろ。そう言って無理やりに借金をチャラにさせようとしたんです。え、なんかそんなことしちゃったら今までさ、表向きの地位とか名声とかももう台無しになっちゃわない？大丈夫なのこれ、うん、まあもうこの頃のね、おでやんにはもう貸金業者を黙らせるしか術がなかった。これまでは信者の献金で一度も遅れることなく借金を返済していたスンジャ。しかしこの頃には借金の額は日本円にして約16億4000万円もの額に、なんと345件以上の多重債務となっており、もはや信者の献金ではどうにもならなくなっていたんです。実はこの約1年前、スンジャはとある電子部品事業者との合弁事業に投資。その話が詐欺だったために想定外の損失を生み、首が回らなくなっていたんです。工場での債権の放棄を強要された業者はすぐに警察に通報。おでやんが借金を返せない状況にあることが明かされ、貸金業者からの告訴が相次ぎます。こうして成功者となったはずのスンジャは一夜にして詐欺師と罵られるように。彼女はその後一度は自首するのですが、取り調べ中に卒倒して病院へ搬送。同日の夜に病院を脱走すると、従業員や孤児院の子供たちを集め計80名で行方をくらませてしまうんです。8月29日の深夜、それはスンジャたちが姿を消した4日後のこと。4院の工場の屋根裏には多数の人影が。世間の非難を浴び行方をくらませたスンジャとその信者たちは工場の屋根裏に身を隠し、警察の追及をやり過ごそうとしていた。一方でこの日、工場を訪れた警察は倉庫に隠れていた子供たち49人を保護。屋根裏に隠れている残りの信者が発見されるのも時間の問題だった。そして暑い真夏の酷暑の中、密閉された屋根裏は耐え難い暑さとなっており、4日の潜伏期間で信者たちの体力も限界を迎えようとしていた。誰もが熱中症と脱水症状に苦しみ、昏睡状態に陥っている信者も少なくなかった。こんなはずじゃなかった。私は世界の指導者になる女。馬鹿げた妄想に溺れていたスンジャもこの状況には完全にお手上げ。彼女は屋根裏に居合わせた工場長と自身の息子へ向かい、力なくこう言った。私を殺してちょうだい、他のみんなも。工場長がスンジャの首に手をかけると、すでに意識も朦朧としていた彼女は抵抗することもなく息を引き取りました。その後残りの女性たちにも手をかけていった工場長とスンジャの二人の息子たち。まだ意識がはっきりしている女性は恐怖を感じないよう服録させた上で考察。遺体のそばには彼女たちが飲んだ薬品の瓶が転がっていました。すべての女性を考察し終わると、工場長と二人の息子は天井の梁で首吊り。そして工場に残っていた従業員には次のような遺書が残されていたんです。絶対に口を閉ざせ。恐怖で支配されてたはずじゃない、うん、信者の方々はね、うんうん、その方々もスンジャの後を追って死ぬって、うん、これは結局洗脳されてたっていうことなの、うん、まあ、それもあったとは思うんですけど、たとえねスンジャの元から逃げたとしても、まあ、その元信者だったっていうことで結局周りにね後ろ指を刺されながら生きていくしかなかったかもしれないんです、うんうん、まあ、なので後を追うしか道がなかったってね、まあ、本当はいろんな道あったとは思うんですけど、それしか見えてなかったって人もいたのかもしれないんです、うん。1987年8月29日、従業員の通報でおでやんの工場に駆けつけた警察は屋根裏で32人の遺体を発見。従業員の証言からおでやんの正体がカルト教団だったと明らかになり、事件は衝撃の幕切れとなったんです。結局スンジャは残っていた16億円以上の借金をほとんど返さないまま他界。一方でその借金を返済するため信者に献金を集めさせていた形跡があり、そのお金の行方は未だに分からずじまいとなっています。信者たちが最後の最後で必死に工面したはずの資金は一体どこへ消えてしまったのでしょうか。まだ発展途上だった韓国で女性ながらに成功した実業家として一躍脚光を浴びたパク・スンジャ。彼女は当時の韓国において多くの女性たちの憧れの的でした。しかしその華々しい成功は全て作り物。数十人の命が奪われた結果を思うと、影響力を持った悪人ほど恐ろしいものはいないのだと思い知らされます。